ここは肩練習でいくか。2011年あった、このイベント。まあやっぱでもボイスが入ってると全然違うイベントに思えてくるな。あ、窓から景色が見える。俺の特等席があるんだよね。あ、このさ、ファミレス見てるとなんだっけ、ちょっとあのなんだっけ、不良映画のあれ思い出すわ、忘れた名前。あ、なんかいい感じ。あ、ファミレスから、ファミレスの窓ぶち破って入ってくるシーンがあるんですよ。あ、ドロップ、ドロップ、うん、ドロップを思い出すわ。紳士のコーヒー、高級コーヒータイムを邪魔しないでくれませんか。紳士の高級って、ここはセルフサービスの格安コーヒースタンドだぞ。イカリ、コンツェルの御曹司に必要な高級さは心の安らぎなんです。値段じゃありませんよ。ちょっとかっこいいじゃないか。僕は違いのわかる男ですから。そうだ、あなたに一つコーヒーについての話をしてあげましょう。いや、いいわ。ん？そこうるさいわよ。向かいの席にまで話し声が聞こえてくるなんて呆れた連中ね。どうもすいません。まったくもう。お前かよ。いい？私の練習後のセレブな淑女のティータイムを邪魔しないで。どこが淑女なんだよ、お前。あ、水木ちゃん。なんだ？このお子様は。失礼な。あのね。私は立花財閥の令嬢なのよ。まったくこれだから庶民は。こいつもなかなかの、そう、金持ちですからね。庶民だと。この僕を捕まえて、なんと心外なガキだな。ガキですって？ダンジョン章。橘秘密ボディーガードを呼ぶわよ。三章。上等だ。おいおい、金持ちの特権使って喧嘩すんじゃねえ。怒り最強武装機動支援、機動親衛隊で正面から迎え撃つ。これなんか銀玉で合ってるな、こういうやつ。なんか新選組 VS なんかヤギウのなんか対決みたいなやつで、ファミレスで争わなかったっけ。なんだなんだ。その後なんかなんとか二人をなだめすかした。しかし似た者、似た者っているもんだな。どっちもガキだな、俺からしたら。あ、どっちも年下だし。これだからね、ボンボンは。